京都駅です。今日はこれから嵐山の方に向かいます。嵐山方面には嵯峨野線、山陽線に乗っていきます。32番乗り場、12時42分です。行こうか。はい、着きました。トロッコ列車。あれ乗りたいね。気持ちよさそう。よし、じゃあ行こう。少し行列ができてた。抹茶ソフトクリームみたいな。トロッコ嵯峨駅、ジオラマ京都ジャパンと書いてある。まあ、当日券発売中とか書いてある。ほら、あの竹林あったでしょ。あそこ行く人も多いよね、それはね、やっぱね。こっち方面は。あ、ここがいいな。これはいいね。あ、なんか美味しそうね。ご飯屋さん。そこまでね、ここまで俺は観光ってしてない通りだけど、のどかね。嵐山モンキーパーク。コシアンがやっぱりすごく人気なんですけど、いろんな方撮ってもらってるので。はい、5時まで。はい、わかりました。ありがとうございます。新しいだ。あ、なんだ。こういうお店がちゃんとできている。今回の、この目的は嵯峨美術大学の見学が一番の目的です。娘の靴ずれの絆創膏貼りに一旦休憩です。なんだよ。あ、見えてきましたね。これが嵯峨美術大学、美術大学か。おお、なんかあのあれだね、清華大学と京都造形美術大学、うん、とはまたちょっと違うね。真っ白な校舎って感じね。校舎って感じだね。あっちはほらすごいデザイン的な建造物みたいな感じだったでしょ。静かだね。まあ、休み入ってるから静かなんだ。嵯峨美術大学、嵯峨美術短期大学も短大も一緒になってるんだ。さあ、嵯峨美術大学今から見学行きたいと思います。